山寺です。今ですね、難波南の方に来てます。千日前ですね。以前ね、私紹介させていただきました立ち飲みの清美さんってありましたよね。あれがね、ちょっと移転されたんですよ。移転してまた新しい場所でやられてるということで、ちょうどねぼっちさんの向かいぐらい の場所ですわ。とりあえず今から行ってみたいと思います。では、はい、清美さんね、こっちやっぱ相変わらずね、路地の中ですよね。ぼっちっていう、居酒屋さんがあって、その向かい側のビルの、ビルかな、まあ路地かな、分からへんけど、その、中にあります清美さんですね。こちらですね、なんか前と雰囲気変わってないような気がする。要はこんなとこ見つけはれましたなっていう感じで、なんと会員制になってるんですけど、全然会員制行ってきます。まあ、お店に来ましたけどね、お店の雰囲気はこんな感じですわ。はい、今ですね、清美さんに来てるんですけども、まずはですね、焼酎、コーヒー焼酎のね、水割りを飲みたいと思います。ここのね、コーヒー焼酎だけはね、前もね飲みましたけどね、かなり美味しいですわ。でロンバー君、今日はロンバー君とね一緒にちょっとコラボ酒だぜね、ねコラボ酒だぜみたいな感じでちょっと飲んでみる？おいしい？おいしいですね。飲ます。この焼酎ね、コーヒー焼酎ね、この焼酎はかなりうまい。芋じゃなくて、あのコーヒーの香りが結構効いてね、ほんまにねブラックコーヒー飲んでる気分ですけども、これが またね、飲みすぎたら酔いますよ皆さんね。これね、焼酎にコーヒー豆を漬け込んでるんですよ。普通ね、コーヒー焼酎とか注文するとそれもいいんですよ。焼酎の中に、ブラックコーヒーねこう入れるんですけども、それも美味しいんやけども、やっぱりね、焼酎自身にコーヒー豆が使ってるっていうのが、これが値打ちあるね。ロンバ君ね、なるほどっていう顔してるわ、うん、ね、しょうがにね、そうなんですよ、これがねやっぱ違うんですよ皆さん、うん、ロンバ君も納得だぜーみたいな感じでお願いします。今ですね、餃子が来ました。これがね300円です。この餃子はなんかね、お店にね作っていただいてるということで、ロンパ君食べる、おいしいの、おいしい、すごいね、何もつけてないのに。じゃあこれはね、ロンパ君も何もつけんの食べたから、僕もね何もつけんの食べてみるわね。ではいただきます。ちょっとね、何もつけないと言ったけど、やっぱり餃子やから何かつけた方がええって、やっぱりタレにつけなあかんでええっちゅうて感じで、ちょっとつけますわ。もうね、これちょっといただきます。手作り、これすごいね、ニンニクがね、ニンニクが効いてめちゃくちゃ美味しいですわ。うん、これ餃子めっちゃ美味しいんでね、中のあんがきめ細かい色はね、そうやね、うん、かなりきめこの細かい餃子で、ニンニクがかなり効いてますわ。これはおすすめですよ皆さん、もしよかったら食べてみてください。これとこのコーヒーのね焼酎、うん、バッティシアはね、ママさんのですね、手作りのエビフライです。これね、ここのおすすめということで、ね、最初からパン粉漬けまで全部ね、手作りでやっておられます。これが、3尾で400円ということです。ちょっとね、いただきますよ。もう私はこのままいただきますわ。これもう絶対もうカラッと揚げておいしそうや。タルタルつけてもいいかな。ちょっととりあえず一旦このままいきましょうかね。プリプリ、この餃子ちゃん、これね餃子に、うん、
このエビフライね、かなり身がプリプリしてうまい。これめちゃめちゃ美味しいですわ。うん、ほんまに美味しいよ。うん、あ、うん、エビがねジューシーでプリプリやわ。あ、これうまい。これはちょっと皆さん、さすが手作りは衣漬けからやってますから違うな。うん、なんか見た感じは一瞬ちょっと硬いエビかなと思うんやけども違うのね。食べたらジューシージューシー、めっちゃ美味しい。うん、最高ね、ロンバ君ね。食べてへんか、ロンバ君はな。食べたかったんちゃうね。最高です。ついにですね、菜の花のからし和え、これも絶対美味しいでしょ。この菜の花のからし和えはいくら、おいくらですか？250円らしいですよ。安いですね。季節感があっていいですね。菜の花のからし和えいただきたいと思います。あ、うまっ。あ、この菜の花も美味しいですね。ありがとうございます、ね。旬のものやから、ね、やっぱ旬のものはいいですね。この時期にやっぱりこういうの食べるっていうのが大事ですよね。はい、うん、美味しいわ。あ、ね、美味しいですね。めちゃくちゃ美味しい。うん、この苦味がいいんですよ。軽い苦味がね、うん、美味しいですよ。うん、はい、ナスのね煮浸しが来ました。これはね揚げて煮てるんですっごい美味しい。ナスはね油で揚げるとすごい美味しいんですよね。これがなんと、280円ということで、ロンバちゃんはナスビ食べるの？ロンバ君はナスビあかんやろ。うん、君は人参やな。みんな人参やな。じゃあダメね。うん、ダメダメ。じゃあもう山寺が食べますわね。やっぱね、油で揚げてるからすっごい美味しいですね。これめっちゃくちゃ美味しいですわ。もうこれはなんでこんなうまいの？いや、もうやっぱり一手間かかってるからですよ。超アップなだろ、ロバ君。いや、いつこんなうまいと思いませんやん。いや、美味しいんですよ。はい、うーん、わかんね。ほんまに美味しいわ。もうね、残念なことにロバ君はあれ、ナスビはダメですもんね。しゃあないな。ほんまにうまいです。はい、切り干し大根いただきますね。これがね、なんと250円です。ロバ君映るんかいな。知らんけど。あ、人参入ってる、ロバ君の大好きな。人参食べる？人参。はい。おいしい？おお。では山寺がいただきます。あ、ほんま手作りなんですか？めっちゃうまい。食べてあるんですか？うん、ちょっとこのね、あの切り干し大根の割とね歯ごたえを残しつつ優しい味付けですね。だしが効いて美味しいわ。ごめんなさい、どこ登ってんの、どこ登ってんの、どこ登ってんの、ロンバ君ね。うん、うまい。うん、最高ですわ。意外とこ登ってますわ。はい、2杯目ですね。コーヒー焼酎です。2杯目です。これもうちょっと2杯飲むとね、ほらほらたん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 。これ何本ですか、コーヒー焼酎って？400円。コーヒー焼酎400円ですって。400円。ここのコーヒー焼酎はほんまに美味しいよ。あの豆から作ってるからね。豆から作ってる言い方おかしいけど、焼酎にあのコーヒーの豆をね漬け込んでますから、だから一味違うんですよね。うん、まああのさっきも言ったけどね、さっきも言ってますね、うん、ちょっと酔うてるということで、酔うとね、なんか同じことばっかり言ってますよね。今からね、イカの姿焼きというのをいただきたいと思います。これがね400円ですよ。姿焼きうまそうやね、これ。いただきます。おいしい。あ、ロンバ君食べたかった？ごめんな、食べてもうた。うん、これねイカめちゃくちゃ美味しいわ。うん、焼きたて熱々。うん、おすすめ姿焼き、めっちゃ美味しい。もうこれお酒が進むやつ、進むやつですわ。うん、うまいわ、最高や。うん、
ぱりですね、新しくなった清美さん行ってきたんですけど、やっぱここ美味しいね。手作りの料理がたっぷりあってめちゃくちゃ楽しいね。ロンバ君ね、めちゃくちゃ楽しかったですよね、ということです。もしよろしければ山寺の YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。いつも私の YouTube を見ていただいている視聴者の方からめちゃくちゃ感謝しております。ありがとうございます。お疲れ様でした。